はい、今回は岸田が厚生年金や保険料の支払いを上げることを検討という炎上ニュース、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、このニュースの内容も考えていくんですが、まあ、岸田はですね、検討士という、まあ、あだ名がついているように、いろんな物事を検討するというんですが、日本国民にとってマイナスになるようなことっていうのはすぐに決めるんですね。で、この案が決まるかどうかというのは、まあ、さておき、 まあ岸田が、ね、内閣総理大臣でないかもしれませんが、こういったものに関しては積極的に動く、まあ、どうしようもない岸田ということだと思います。で、このニュースで炎上してるんですが、あのまあ、前もお話したことがあって、リスナー様でご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、あの税は財源ではないっていう話からあ、まあ、入っていくとです、ね、この問題の明らかにおかしいなっていうところがわかるんですね。 でこの話って結構ややこしいんですよ。で別に僕もそんなに、ね、正直言って詳しいわけではないので、た、えーまあ、多分こういうことで合ってるだろうと、でそれをまあ皆さんでね、まあ、僕も含めて、えーまあ、一緒に共有した方がいいと思いまして、まずニュースの内容とか、まあ、いろんなことが言われている前に、えー、そのことを考えていきます。このことがあね、えーまあ、多分分かっている方もいらっしゃると思うんですが、えーまあ、それでですね明らかにおかしいということなんですね。 だからよく増税、増税とかって言うじゃないですか。そんな増税、増税必要ないんですよ。国債発行で終わりなんですね。だから、その税は財源ではないっていうことは何かっていうと、えー、財源がないから税金を、ね、取るとか、税金を上げるとか、そういうことを言うんですが、そんなこと関係ないんですよ。国債を発行すればいいんですよ。この今回の件もそうです。国債発行すればいいけれど、そういうことはどこにも触れないんですね。 で例えば、僕はですねまあ、この税は財源ではないし国債発行すればまあ終わりなんですよ。でこのことがね当てはまるものっていうのがあるんですが例えば岸田がですね防衛費、軍事費を43兆円に増すとかってあるじゃないですかあれも国民の皆さん増税をとかわけわかんないですよ国債発行すれば終わりなんですね。 あと、まあ、少子化対策っていうのも、少子化対策の財源がないとか言い出してね、国民から社会保険料を上げるとか、そういうわけのわからないことを言い出しますが、それも国債発行すれば終わりなんですよ。おそらくこの税は財源ではないっていう、まあ、そういったこの考え方を隠している、そしてそのことを隠していて、何かにつけて、財源がないから増税だとかね、言い訳わからないですから、本当に。で まあ僕も分かる限り精一杯お話してますし逆にリ,リスナー様の方がこの話詳しい方もいらっしゃるかもしれないんですが、えー、まず話のだから前提からしておかしい方向にいってるわけですよでさらに今回の話はもう1つおかしいことがあるんですね、えー、岸田はですねまあ、国会とか、まあ、口で言うだけで実行しないですが賃上げが必要だとかって言うんですがあその賃上げと逆のことを今回言ってるわけですよ。企業負担が増える っていうことはイコール賃上げができないということです。もう1回言います。企業負担が増える。えー、それっていうのは賃上げできない。えー、賃金下がるっていうことです。すごく矛盾してるんですよ。 まあそのこの2点をまずあの頭の中に入れていただいて、まあ、この炎上ニュースを考えていくと、まあ、おかしいこと言ってるなっていうことなんですよ。というか、まあ、皆さんはこの話はお分かりかと思うんですが、まあ、結構ね、えー、なんかあだこうだ炎上してるんですが、まあ、その2つの前提ですよね、この今お話しした、税は財源ではないっていう話とね、えー、この企業負担が増えたら賃上げなんどできませんっていう、まあ、話なんですよで。そういうことを考えて、えーまあ、このニュースを見ていこうと思うんですが、 まあ炎上してるだけあってね、まあ、いろんなことがまあ言われてるわけですよで。僕もいろいろ思うことっていうのはあるんですよ。当然、この岸田のしてるわけのわからないことに大反対ですよ。で、また違う意図を感じるところでもあるんですね。うん、あの働いたら負けとかっていうね、昔から言われてて、今もその言葉が加速してますが、その日本国民の労働意欲をわからないにそぐ、そういった目的もあるとも取れるんですね。で今って あの中小企業の倒産がどん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 増えているわけですよ、だからその中小企業の倒産をな、ねえー、何とかしなくてはいけないために、例えば策としてはです、ね、消費税の廃止とかインボイス制度の廃止をしなければいけないにもかかわらず、この意味のわからないことを言い出してね、このなんか社会保険料の支払いが増えるということは、企業負担が増えるということなわけですよ。 でああのー、まあ、今回の話っていうのはまあいろんなね国民間のまあ溝をまあ作ろうかなとしてるのとも取れるんですよ。でサラリーマンの方であの収入が高い人のお、ね、負担を増やそうとかっていうんですがそれっていうのはおかしいんですよ。でその、えー、ちょっと言い方が難しいんですが税をねあるところから取るっていうのはそれは例えばね大企業経団連経済経済同友会の内部留保とかに税を貸すっていうのはわかるんですがその 高収入の方から、あそのね、えー、な,んかなんていうんでしょうね、えー、税、えー、課税するって言ったら、その高収入の方のやる気を削ぐわけじゃないですか。で、逆にですね、えー、そのなんていうのかな、今って二極化してるんで、あのまあ、僕もそうですが、貧困層が多いわけですよねあのリ。リスナーさんもその方がいらっしゃるかもしれませんが。 あの日本国民って富裕層中間層貧困層に分けられて前は中間層っていうのがいたんですけど今ほとんど中間層も少なくなってきて貧困層寄りになってるんですよごく一部少数の富裕層と貧困層で日本の、まあ、形がなってるっていうことなんですが。 この富裕層とまではいかないんですが、まあ、高収入のサラリーマンの方に対しての負担を増やすということで,でまた今回もです、ね、やり方が汚いと思うんですが分かりづらい形で、まあ、この実質の増税とかっていう、まあ、そういったことにかじ、えー、を切ろうとしているであのまたちょっと話が、ね、行ったり来たり飛んだりして、まあ、あれなんですが。 言ってしまえば皆さんも思うと思って、えー、るでしょうし僕も思ってるんですがおそらく年金というのは老後に戻ってこないんですよ今の人たちね、まあ、例えば今の高齢者の方とかあ、まあ、何歳ぐらいか分からないですけど、まあ、中年ぐらいはギリギリ少し戻ってくるのかなと思いますけど、まあ、今の若い人ですよね20代30代の方っていうのは おそらくも戻ってこないゼロではないかもしれないですがそんな老後年金だけでは過ごしていけないっていうまあことなわけですよで、えー、こういうですね今回のようなあなんか国民に対して負担増を強いるんですが日本国民の今の経済状況を考えればこんなことするしてはいけないしするあの何て言うんだろうしてはいけないしするべきではないことなんですよなんでかっていうと日本国民が全体的にねえー 給料手取りが19ヶ月連続で下がってますし。 あらゆるものの、ね、生活必需品の物価高ということで、この経済の難しい言葉とでいう、スタグフレーションという状態に入っているんで、このスタグフレーションからなんとか脱却しないといけないんですよ。しかし、スタグフレーションから脱却するどころか、まあ、働いている人ですよね現役負担、現役世代の負担をどん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 ん増やすで、その現役世帯といっても、ね、その収入の多い、少ない、で人,があ人によって、それで事情は異なりますが、収入の今度多い方に対して、どん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 税を貸していくとかね。でそれっていうのは まあ、あの収入が多いから、その税をどんどん取っていいとそんなことではないんですよ。だから、その税のま理論で言うね。あるところから取れっていうのはそれあるところから取れっていうのは、その例えばその経団連とか経済同友会のその多額のね。内部留保とかそういったものに課すっていうことですよ。 でもそうではなくて、まあ、少し、かなりかな年収が高い方にも負担してもらうとかそういうことを言っているとだからこれっていうのは国民間の溝を作り出してですね意図的にこうこ国民を、まあ、怒らせようとか、まあ、そういったことをさせようとしてるでいろんな意味が考えられるんですよ。 ちょっとうまくお伝えできないんで、まあ、申し訳ないんですが、で単純にですね僕もリ,リスナー様も思うと思うんですが、いやいや、おかしいだろって、うん、岸田が外交に金をばらまいてね、外国に金をばら,けば,ら、まば,らま、ばらまきまくってね、日本国民からね、えー、増税をお願いしますで、増税という言葉を言うと、国民が反対するから、わからないようにわからないようにやるっていうところがおかしいとしか思えないんですよ。でこの 口にしないけれど、す、え、で、ー、にもう破綻している年金制度について、えー、ね、えー、なんかこの社会保険料を増していくとか、もう完全に意味不明な、行かれたことをや,やりだしていると。で、えー、まあ、今回ですね、えー、まあ、僕はちょっと思ったことがありまして、えー、このことをお伝えしていこうと思うんですが、当然、この岸田のやってることってのはおかしいんですよ。全くねねもおまあ、そのお ななんていうのかな共感するところなどないし、おかしいとしか思えないで、さっさと岸田がもうやめてもらってね、自民党政権が変わってくれとしか思わないんですが、まずそのやってることがおかしい、えー、日本国民に重税を課すっていうのは何かっていうと、まあその重税課税っていうこともあるんですが、国民の仕事の士気を下げるんですよ。だから仕事のやる気とか士気を削ぐわけですね。で、それ全体的に国民のお、まあなんていうのかな、マイナスに働くわけですよ。で、例えばですね、どん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 空気が悪くなっていく。で、えー 当然重、重税になりますから収入が減るんで、えー、生活厳しくなるじゃないですかそうなってくるとまた結婚しないとかね、えー、結婚しないから子供ができない、えー、少子化が加速するだからもうすべてですね岸田の言ってることとかっていうのはあ口で言ってることでやってる政策は真逆なんですよ異,異次元の少子化対策とかって言ってますがそうではない、うん、日本国民がどん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 減っていって本当にもう少子化があもうねどうにもならないようなと方向に、まあ、意図的だと思いますよわざとそ,そういうことをして。 てるんじゃないか僕は思ってますでやっぱりね、えー、難しいこともあるんでしょうけど単純にですけど皆さんも僕もそうですが働いても働いてもねその税金とかでお金を取られたら働きなくすじゃないですか労働意欲がそがれるんですよそういうことをやってるってどうしようもねえなって思うことでそのことがいろんな人たちの間で、えー、まあ ネットや SNS でこうなんか批判の対象になっているということで,で僕もそう思います。でこまあ、ちょっと前置きということでお伝えさせていただいたんですが、まあ、ニュースの内容について考えていきますね。こういった、まあ、ニュースなわけですね。12月27日厚労省が会社員が加入する厚生年金に対して高所得者の保険料を引き上げる案を、まあ、社,会社会保障審議会に示したと。 月収66万5千以上の人が対象となるということで、まあ、この月収66万5千の方っていうのは、すごく高収入だと思うんですよ。ただね、あの、まあ、皆さんも思われるでしょうが、まあ、僕はこういうふうに思うんですが、月収66万5千稼ぐ方っていうのもすごく苦労してますからね。だから今って全員苦労してるわけですよ。あので収入が低い人も厳しいし、収入が高い人も厳しいし。で この月収66万5000円の人にっていうのは元々はね、えその63万5000円以上で保険料が頭打ちになっていたんですが今度、ですねその保険料を増して年金財政を改善するとかって言ってるんですが単純にあるところから取るっていうことでしょ意味がわからないじゃないですか。 あので、えー、この保険料を折半することに企業側が反発したということで、まあ、それはそうだと思います、もちろん、企業の負担が増えるんでね、もう今度、企業も持ちこたえられなくなる可能性がありますから、でえー、政府は令和6年末までに結論を出すとかって言っていて、まあ、何やら難しいことは書かれていますが。 厚生年金の保険料は月収が多いほど増える仕組みで月収に応じて32段階の等級があるとで63万5000円以上で保険保険料の上限となっているとてことで今まではそうなっていたんですね。 それを今度、66万5000円以上で新たな等級を設け、保険料の引き上げを検討する、将来受け取る年金額が増えるという、将来だから年金受け取れないでしょ、もう年金制度が破綻してるんだから。からそういったことを隠して、こういうことをやってること自体、わけわかんないんですよ。であのこの、こういうことを言ってくる岸田とかの言うことがまずわけわからないんですが。 先ほどお話ししたように、多くの日本国民が最近、このように思ってるということで、なんか働いても全然暮らしが良くならないなって思うじゃないですか、な,なんとなくやる気なくすじゃないですか、でそのね、えー、昔から言われてるあひろゆきっていうね、あの言うわけ分かりませんけど、あれの話じゃないですけど、働いたら負けとか、そういった空,空気を、あのそういった空気、あるいはそういった空気感を日本の中に、えー、こう蔓延させるんですね。うん で働いたら負けっていう空気になると、あ、ダメかなとか思うじゃないですか。そうしたら、国民が頑張れなくなって、日本国全体の,その経済もそうですし、労働意欲、そういったものがすべて削がれていって、日本が衰退する方向に向かうんですよ。だから、この今回の岸田のやってることっていうのは、日本国民の労働力の士気を下げることをやってるわけですよ。だから、いろんな意味でおかしいんですよ。国民負担を増やすっていうのもおかしいし、企業の負担を増やすってこともおかしい。そして、その見えないところで、 国民の労働力の士気を下げるということをやっている。だつまり日本経済を 崩壊に向かわせるることを岸田がやっているってことですだからこういうことを岸田がやっているんでね、岸田を本当に一刻も早く退陣させて、自民党政権を変えなければ、本当にもう日本が詰んでしまうっていうね、まあ、そのようなことを思いますっていうことで、このニュースですね、かなり注目されているんで、まあ、調べて分かる限りっていうことでお話しさせていただきました。参考になっていただける点が一つでもあれば、何よりですっていうことで、今回はここで終わります。最後まままで聞いていいててたただきまししありがとうございました